にちは。こんにちは。今日も袴田チャンネル。はい、袴田チャンネル。今日も連戦連勝中の佐々木です。え、私なんか勝ちませんでしたっけ？勝てないか。記憶にないですね。記憶にございません。何にもないっけ。だって気合い切りでしょ。気合い切りで常識クイズ、うん、でパワープロのゲーム。勝ったことある。何？チキお茶。あれ袴田チャンネルじゃないの？あ、まあ、だいぶ昔ですね、あれは、うん、あれ袴田チャンネルじゃないから。私袴田チャンネルに入ってから買ってないですけど、うん、チキお茶は買ってますから。じゃあ僕がやるよ、今度。いいですよ、ね、でも今日は、はい、今日やるゲームこれです。はい、はーっていうゲームです。はいはーっていうんですか。はい、スタッフ2人いるんで、はい、僕とスタッフ、袴田さんとスタッフが2人ずつのペアになって、はい、試しに1個じゃあ、うん、はいでやるとしたら、はい、引いて、この引くA から H まであるんですよ、はい、でその当たったやつを言わなきゃいけないんですよ、はい、だからこうもし E だとこうプレゼントを渡す時の灰、はい、そうそうそう、あとは A だとノックされた時の灰、はい、っていうのをやって、うん、どの演技をしてるか、だから演技力が試されるゲームです。なるほど。でそれが伝わるかどうか、でこのじゃあ当てる方はこのカードを見せて、でも何やってるかは分かんないです。分かんないですね、うん、はい。でそれでこういろんなやつがあるんで、はい、それはもうウインクとかもあるんですよ。おー、ウインクできないな、うん、あとあの表情のみで、はい、好きな人を見る顔とかとかいろいろあるんですよ。それはもうこのランダムで選んだやつでやるっていうことです、はい、であとちょっとあの、うん、どっちがいいとかあります？ないでしょ先生。私になんか罰ゲームとかさせようとしてわざと間違えたりしそうだからな。じゃあちょっとあの公平を期すために、まず ABCD があります、はい、で僕と袴田さん AB 引きます、はい、だから A と C、はい、B と D が同じチームになります、はい、だからはい、袴田さんどっちがいいですか。じゃあこっち、はい、A です、はいはい、じゃあ袴田さんは A で僕は B なんで、袴田さんは C の人と同じチームです。はい、ちょっと2人ともちゃんとやってくださいよ、はいはい、どっちがいいですか。じゃあその左側の方とおー、私は小倉君だじゃあ関善治ギャフンとよしやろうぜ、ギャフンと。いや先生、佐藤さんと組んだらすごい本気でやりそうだからな。強そう。何言ってるんですかそれ。じゃあこれで3本勝負で、はい、3本勝負、うん、で勝った方がだから早く当てた方が勝ちね。早く当てた方が勝ち。だからもし袴田さんがはいを3回目に当てたとして、はい、俺がはーだった場合、はーが2回目になってたら俺の勝ちってことだよね、はい、もう1回で当てたらそれはで、俺も1回で当てたら引き分けちゃう。なるほど、うん、OKOK です。でそれの3本勝負。はい、了解です、はい、じゃあどっちが成功法をやりましょう。最初はグー、じゃんけん、ほい、じゃんけん、分かったどっちがいいですか。じゃあ高校で。高校、じゃあ俺らからね、はい、じゃあ袴田さん切ってください。これはい、今回は勝ちたい。これ何引くか重要だね。さて、じゃあこれにしよう。はい、じゃテーマはこちらです、はい、じゃん、うわーです。おー得意じゃないですか。サボさん得意じゃないですかね、うん、で、はい、でこれ切ってください、切ってください、はい、じゃ で俺が切るからどれやるか、はい、俺がね、これもランダムですね。で見せちゃダメだよ、あっちに、はい、どあの、はい、じゃあで俺だけ、あそれですね、オッケー、はい、じゃあ、はい、じゃあこれ見てください。いいですか。そん中のどれかですから、はい、じゃあ佐藤さんいいですか、準備は。はい、はい、いきますよ、うん、リアクションまで3、2、1。うわー、これはむずい。わかるやろ今ので。うまかったよね。まあまあわかるっちゃわかりますね。演技しちゃダメだからね、はい、声だけだから。リアクションしちゃいけないんですよ。リアクションしちゃいけない、うん、うわーだけですよね、うん、さあじゃあ先生、回答はアルファベットでね。アルファベット言ってから何のワーか言ってください。はい、さあ正解は、うん、G、 ゴキブリを見つけてはでそれじゃないやろお前。もう一個候補だったんですよ、はい、じゃあもう一回いくよ。じゃあもう一回、はい、3、2、1。うわでこれも分かっちゃいますね。ねえ、はい、じゃあ回答はですか、うん、F、 ジェットコースターでは正解2回目です。よっしゃ、はい、
ほら、8分の2だから2だからすごくない？そうですね。どっちがでもやってたんですよ。はぁ、あ、いいね。じゃあ1回で当てましょうね。一発でいきますよ。じゃあ OK、はい、じゃあ切るから、はい、じゃあ同じやつはじゃあなし、同じなし、うん、これ何が引くか怖いですね、うん、めちゃめちゃ怖いなんですか、すもももももも、もものうち、どういうこと猛スピードを目指して正確さを目指してかっこよく失敗しても平然と冷静にアクセントを間違えてセクシーにもう一個だけ多く、あでもこれ頑張ればいけそうじゃないですか、うん、でも別にどれ弾けるか分かんないからね、はい、じゃあ赤間さんこれ切ってください、これ私次第だな、そうでしょ、はい、これです、これはいけるいけますいけるいける、ファーストテイク、ファーストテイク、オッケーオッケー、ちゃんとあの見といてくださいね、うん、はい、いい、はい、スタート、すもももももものうち、下手くそか下手くそ、笑っちゃった、笑っちゃった、はい、もうダメ、はい、もうダメ、下手くそかよく聞いて、ね、よく聞いてて、聞いたでしょ、全然わからない、うわ、めちゃくちゃサービス問題だったのに、わかりました、はい、はい、どうぞ、 B の正確さを目指してブブー、待って待って、全く今の正確さ目指してないですよ、わかりました、じゃあもう2テイク、やば、はぁ、あ、真面目にやるんで、うん1回目から真面目にやってよ、はい、2テイク、 OK、 はい、もう終わらない、よーい、スタート、すもも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 のうち、笑っちゃう下手くそ、よう、それで A が出たな、わかりました、わかった、わかった、オッケー、はい、 F のアクセントを間違えて正解下手くそすぎな、俺だったらアクセント、もうめちゃすまま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 まのうちとかって言っときゃ確かに確かに、いい、一発で分かるよな、こんな超サービス問題だったよ、いや、笑っちゃってちょっとできませんでしたねいや、次は、次はじゃあ、引き分けじゃあ、はい、次、はい、赤間さん、次、俺まだ引き分けで良かったですよね、いや、勝てたよ今のは勝てましたよし、これにしよう、はい、パーです、来ました、パー、パー来ました、あ、じゃあ、私が引きますね、はい、パーです、このゲームなんで勝てないとダメですよ、ね、うん、やりやすいですよね、多分、ああ、なるほど、それですね、ちょっと待ってください、はい、もう一発でいきます、やばいな、これは一発、これはやばいな、 OK、 はい、はぁ、あ、いいですか、もう簡単でしょ、簡単です、いい怒りの歯、正解、おいおいおい、ちょっとこれ簡単すぎです、赤間さん、はい、さっきの方がもっと簡単すもものすもものよ、すもももももも、もものうちって、だって、はい、失敗しても平然ととかセクシーにとか冷静にとかかっこよくは難しいよ、いやそっちも簡単ですよ、意外と、じゃあちょっとかっこよくやってみて、すもももももも、もものうち、ほら、かっこいいでしょ、うん、そうだね、はい、じゃあ、なんでアクセントを間違えてできないのセクシー、セクシーにはつもも、もも、もも、もものうち赤間さん、なんで一発目でできんかな逆にあれかな難しいやつ、アクセントを間違えるやつ、アクセント、やっぱアナウンサーだからアクセント間違えてできないんですよね、できましたか、これだから一発当てないと2回戦俺の勝ちだからね、そうですね、うん、もう大丈夫大丈夫、はい、じゃあ変なの引いてくれへんから難しいかも、なんですか、さあさあとぼけたさ、料理を振る舞うさ、物語の始まりにさ、お客を集める時のさ、冷たくさ、実況中継のさ、変える時のさ、それはもう演技が試されるよね、そうですね、うん、演技が試される、実況中継のさってなんだ、でそれはもう考えて、それはわかんない、それはわかんない、はい、あ、これ見とかなきゃ、
何やるか分かんないから、そうですね、俺が弾くから。すっごい難しいの弾きたいよね。そよ風のさって何先生、浜松さん、イメージ力、イメージ力。はい、じゃあ1問目にしよう。なるほど、はい、はい、OK、はい、うん、いきます。さあ想像してください。視聴者の皆さんもね、一緒に考えてくださいよ。結構上手くなかったですか。まあ、うまいかどうか分かんないけど、俺は答え知ってるからね。そうですね、うん、分かりました、はい、分かった。正解は C の物語の始まりのさ。正解。よく分かったね。すごい、分からなかった。 M 分かりました。さすがです。次につなげる感じで言ったんです。そうですね、はい、すごい、すごい、すごい。また引き分け、引き分け、引き分け、最後最終戦。はい、わあ、当たるか今。今のはなあ、すごい、すごい。じゃあ佐藤さんですね。今の難しいよな。いや、相当難しかったと思います。何ですか。これは難しいぞ。うなずきのさ、うなずき、うなずき、表情のみ。あ、相槌のうなずき、分かるぞのうなずき、興味がなさそうなうなずき、怒られた時のうなずき、挨拶する時のうなずき、美味しい時のうなずき、上から目線のうなずき、告白に OK する。これは難しいな。これ声出したらダメですね。表情、表情です、表情です、表情のみですよね。これは難しいぞお前。これ勝てますよ、はい、いけるなこれは。どうですか。難しいかもな。まあ想像して。うん、そうだな。はい、じゃあ OK、 いきますよ。3、2、1。あー、どうかな。めちゃくちゃ難しい。やる方も難しいもん。難しい。この抑揚つけれないからね。そうですね、そのイントネーションとか言葉でね、前後とかもできないし。いいですか。はい、うん、正解は挨拶をするときのうなずき。正解。よっしゃ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 。よくわかりましたね。マジでよっしゃ。私これ告白と間違えるんじゃないかなって思った。僕ね、潜在写真ってわかったんですよ。佐藤さんの潜在写真。潜在、うん、あ、確かに顔してるわ。そうなんですよ、そっくりやったんですよ。ああ、あの笑顔の、はい、やっぱ挨拶だから笑顔にして、そういう感じで。いや、私笑、笑いすぎたんじゃないかなって思ったんだけど、で消去法で消していた。それはなるほど。あ、一発が出るんですね。ドラマ関係者の皆さん、オファー待ってます。さすが、ほらベストパートナー。頑張ろう。次これだよ、一発で当たんないと、はい、もう私もうこう前降りてるだけ。あと何弾くかだね。はい、どうぞ。何言うか。苦手かもしれない。ふん。何？可愛く怒ってふん。仕返しのふん。仕返しのふんって何だ？聞き流す時のふん。納得した時のふん。力を貯めてふん。興味がなさそうにふん。鼻で笑ってふん。犬のうんちを見つけてふん。犬のうんちを見つけてふん。これは難しいぞ。これどれ引くかっすね。そうですね、はいはい、どれ弾くか。表情じゃないですっけ。表情じゃない、ふん。よし、じゃあこれにしよう。下の方これです。一発、一発で当てないと。一発ですからね。なんかあれだね、簡単なゲームだねこれ。本当ですよ。なあ、はい、みんなさんもぜひね、やりやすいんでやってみてください。はい、もうこれはおそらくにかかってます。かかってんだこっち。そうっす。これはね、いける。オッケー、うん、いける、うん、あれだよ、演技しないでよ。はい。ファーストテイク。でも、はい、大丈夫です。スタート。ふん。え、でも本当にこんな感じ、こんな感じ。え、結構上手くなかったですか。まあ、俺答え知ってるからね。わかりました。わかった。お、はい、じゃあ正解は
うんち、犬のうんちを見つけてくん。しゃよし。え、分かった。俺は知ってたから、あ、ふんの言い方うまいなと思ったの。はい、わかりました。ふんとかじゃなくて、うん、ふんふんっていう。そうそう、分かった分かったです。しゃあぶねえ。しゃあ、サドンデス、サドンデス。いやーちょっと今 H ダメだったな。いやでもさ、結構どう言えばいいんだろうと思ったら、うん、あ、羽川さんうまかったうまかったってことかな。うまかったうまかった、サドンです。さあどうなるか。もう先に勝った方が勝ちですもんね。そう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 。フーです。フ ー, ふー疲れてフー、熱いものを冷ますフー、テンションが上がってフー、課題が終わってふう、手についたゴミを飛ばしてふう、お風呂を出てふう、ろうそくを消してふう、ギリギリセーフのふう。まあまあまあ、ちょっとややこしいですね。まあ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 。じゃあ私が引きます。これちょっと重要よ、簡単なやつにしてほしいよ。じゃあこれ、いや簡単だわ。いくよ、これも一発当ててよ。はい。ふぅ。もういいっすか。テンションが上がってふぅ。正解。やったー。イエーイ。イエーイ。イエーイ。誰が言っても間違いないですよ。だって引いたじゃん。そうそうそう、俺が引いてるわけじゃないから。女神が降りてきてるから、もういける。確かにこっちの方がプレッシャーありますよね。そうそうそう。あ、もう最初のあのスモモモのアクセントが間違いだったな。これむずい。うんです。うん、ふかふかの布団に入って、うん、考え込んで、うん、納得の、うん、我慢して、うん、うんざりして、うん、ちょっと違うなの、うん、しぶしぶ同意の、うん、美味しいの、うん。あ、でもこれはいや、まあね、普段からね、使うから。結構真ん中ら辺難しくないですか。うん、まあ、あとは俺が何弾くかだね。本当そうですよ。簡単なの弾いて。これでしょ。さあ、何。ああ、なるほど、イメージ。ちょっと待って、アクションしちゃいけないんですもんね。あ、でもそれはアクションしちゃダメだよ。急いで意味や。そしたら俺さっきフォーをやってたよ。アクションしていいんだと俺。フォーってやってたよ。していいんだったら。でもあれですよね、ハーとか言ってるよりもちょっと顔は怒ってるんで、ちょっと表情ついちゃうのはしょうがないですよね。だから、ここは仕方ないけど、そう、ね、こっから下は動いちゃダメよ。こっから下は、うん、多分これ間違いやすいのが、じゃあ渡して、はい、はい、いいですか。はい、はい、いきます。意外とうまくできたと思うんだけどな。これむずいな。似たような似たようなのが。でも結構うまくできたと思う。3択ですね。そう、3択なのこれ。ヒント多いって。ヒント多いですよ。多いヒント。ちょいちょい、まあ、ちょい、まあ、ちょい、でも、でも、もうね、あの、美味しいのうんとかじゃないじゃないですか、絶対。今のが。わかんないじゃん。美味しくて、んーっていう。決めました。はい、決めた。はい。じゃあ、回答をお願いします。ちょっと違うなの。うん。残念。イエーイ。え、じゃあ、その三択ほか何があるの。あとは、うん、うんざりしての、うん、考え込んでの、うん、ああ、そう、最後のやつ、考え込んでね。いや、これ、運もあるなー。ということは罰ゲームです。ビリビリさんです。さっきね、佐藤さんの一番簡単なやつ引いちゃいましたもんね。確かにちょっと前よりかは弱なってます、うん、これもう何かやってんだろう。
強めにね。なんか怖いからブレスレット外しとこう、うん、もうなんか怖くて指に力入んないビリビリ来た時の歯だった今歯でした次こそ勝ちます